はい、どうも皆さんこんにちは。今回スロットを買ったので開封していきたいと思います。2個あるんでね。じゃあ1個目はこっちの大きい方ね。2つあるんで大きい方開封していきます。というわけで、忍者グ買っちゃった。でもね、まだ、リールがね、入ってないんで。ここにね、鍵が入ってますね。ちょっとここに、まあ、傷がある。で、中の方だ。マックスウェットちょっと汚いな。で、ゴーゴーラ、え？傷あるやないかい。傷ないやつお願いって言った。傷ありますね。で、ここも結構錆びてんね。ガチか。それで開けていきます。で、開けたら、コイン付与機外してから送ってって言ったのについてますね。ちょっと年季が入ってますね。ここもちょっと傷がありますね。で、ボリュームキーが、各スピーカー2個ずつありますね。それでは、じゃあもう1個の段ボールを開けていきましょう。で、もう1つの方開けてみました。で、これがデータカウンターですね。こちらで、こっちリールですね。じゃ、それではリールの方つなげていきましょう。次で、リールを乗せました。そしたらネジがあったんで、ここをネジで止めていきましょう。よし、閉まりました。だから次は、ここのリールにね、配線をつけていきましょう。ここのね、基板から出ているこいつはここにね、差し込んだらガチッと入ったかな。あれ、よし、ガチッと言うまで差し込みましょう。で、こちらもここですね。ここに入れていきましょう。よし。そしたら次、コイン付与機を外していきたいですね。僕コインで遊んでるんで、まずこれ電源のコードですね。で、ホッパー。じゃ、まず電源の方をね、ちょっと外に出していきたいと思います。次ちょっと扇風機を通せな。次コイン付与機を外していきます。これですね。これに繋がってるやつを、今から外していきたいと思います。で、まず、ここですね。こいつ、ここ繋がっているので、ここの配線を、ちょっと、のけて。ん？で、あと、なんか、ここにクラインがついてるの。ここもね、のけて。で、セレクターからここを抜いて、次、あれ？ここですね。ここも外していきます。はい、外れました。だから、ここにね、あるので、これをつけていきます。はい、入りました。カチッと入りましたね。入りました。だから、これは、奥の方にね、つながっているので、ちょっと、ホッパー。
ホッパーが邪魔なのでちょっとホッパー抜きたいと思います。あれ、うん、この配線がちょっと見えにくいな。ここに繋がってるので多分これを抜けて、あでこれホッパーのあれなんで、これもつけないといけない。なんかこの黒い部分にね繋がってるので多分これを抜けてここに差し込めばいいかなと思います。のでこれを外していきます。なかなかよし、抜きました。なのでこれはコインフリー置きはね抜いたんで、これは僕は使いません。ほんだらホッパーからつながるこの配線をつなげていきます。今さっきのところにね、よし、つながった。なら次は紫の傷いったところのね近くにある配線たちをつなげていきます。でこれはセレクターの方から出てる配線なのでね、これもしっかり入ったかな、差し込んでたらいけるかな。よし、ではホッパーを元に戻して、次はデータカウンターの方ねちょっとつけていきたいと思います。はい、次データカウンターの方をねつけていきたいと思います。でこっから伸びている配線からこれですね、これの方、実機の方に取り付けていきたいと思います。でここから入れましょうかね。ここから通して、裏から通してね、でここにつけていきます。差し込みました。んだらこれ閉じ機へつながったので、次は、電源をつけてみましょう。あとね台をこちらの磁気の間に入れたいと思います。はい、上に置きました。それでは電源の方入れていきましょう。よし、データカウンターつきました。次、台ですね。オン。よし、ついた。で、リール回るかな。よし、上とのもね、電動するか。やっぱ、コイン入れてなかった。エラーになっちゃいましたね。まあ、多分できたということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございます。え？反応しなくね？まあいいや、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございます。
アが開いています。ドアが開いています。